こんにちは。豊さん、はい、ちょっとね、スポーツ紙で面白いものを見つけたんですよ。これスポーツ報知なんですけれども、巨人の阿部慎之助二軍監督が、はい、このキャンプでいろんな名言をこう言ったそうなんですけども、うん、それをピックアップして一つずつ取り上げてるんですよ。はい、例えば、はい、今日からみんながキャプテンだと思ってチームを引っ張る気持ちでやってほしいっていうのを選手一人一人に言ったりとか。これな、どういう言葉か知ってる？キャプテンって責任をみんな感じてやってくれということだよね。ここそれぞれがだから、あの会社でもそうじゃない、はい。まあ、例えばさ、うん、この会社は誰の会社だって俺が講演の時に質問する時があって、はい、いや社長のですとか言うんだよね、うん、で一回親父のですって言ったやつがいる。だ息子だ、お前息子かみたいなそうですよね、親父のです、親父のですって言った、うんうん、お前バカ野郎って、うん、だから2代目ダメなんだって、うん、自分の会社だと思って責任持ってやれって、はい、怒った時はあるの俺だ、社長が喜んで喜んじゃって、伊藤さんいいこと言ってくれましたって。だからまあキャプテンということは、はい、みんなそういうふうに意識をしてくれということだ、うん、チームに責任を持てよということだ。そういうことなんですね。そうそうそう、じゃあそれぞれにも意味があって、だからそのぐらい噛み砕いてるかということだ、慎之助が。あ、キャプテンだと思ってくれよって投げつけるのはいいよ、はい、でも野村さんっていうのはすごかったのは、うんうん、そこの一つ一つを説明できた人なんだ、多分。だからミーティングが長かったし、そういうことなんですね。そう、ミーティングが多かったっていう。だから慎之助も確かにいいこと言ってるけど、うんうん、慎之助がやっぱり奥深く入って言ってあげないとね、多分理解できない。受け取る側の選手たちはそうですよね。全然違う意味で捉えちゃったらもう逆効果になっちゃうのもありますし、ね、だからましてやその18歳とか20歳とか、うんうん、まあ、そこら辺の若い子がそこまで考えられるかっていうとさ、うん、慎之助の頭の中では分かってても分からない選手がいるよね、うん、そうですね、はい、言葉ってだから受け取る側と放つ側でまたね、うん、違ってきますし、ニュアンスがね、うん、はい。で豊さんも、はい、例えばこう恩師だったりとか監督だったりから受けた何かこう覚えてる思い出深い言葉ってありますか？まあやっぱあるよね。高校の時はさ、うん、はい、監督が広陵駒沢でうちの高校に来たの、うん、あ、はい、バリバリのさ、はい、もうその野球エリートというか。そうですよね。でバリバリの厳しいとこだよ、うん、もう昔はなんかこうな、牢屋に入れられたみたいな感じの刑務所みたいなところにバシバシやられて、まあ、刑務所がやってるのかどうか知らないけど、まあ、軍隊みたいな、軍隊みたいなところ、うん、だからものすごく怖かった。それもうその時1年の時からその監督だったんですか？そうそうそう、で1年の時から使ってくれてさ、はい、で俺あの北海道から単身で祖母の家に下宿で高校に通ってたから、はい、監督がいつも通り道だから送ってくれるわけよ、最初の頃はね、はい、のその車の中で野球のことをコンコンと聞かされた中に、うん、やっぱその時にやっぱ継続する力、はい、だから広陵から駒沢行ったらいろんなプロの選手がいるわけね、うん、知り合いの中に監督の、うん、その人たちはやっぱり努力をしてたと、うん、毎日やっぱり 何かをやってたと、うん、ピッチャーだったらボールを持ってクルンと回してこう変化球のキレを良くするためにピョーンと上げてたりとかしてたと、はい、でバッターはとにかく常にバットを振ってたと、うん、だからお前も頑張れと、うん、もうねそれを聞いて継続は力なり、うん、もう畳の上でスイングしたよ、はい、毎日でもうねどんなに疲れて帰ってきてもそれを続けてると、もう今日は無理と思ってベッドに横になってもいやこれはでも一本でも振ろうと思って立って振ってた。それ高校3年な純粋だったなですね、うん、純粋な頃もあったんですね。純粋だった。え、それ3年間毎日やった？3年間やっぱ欠かさずにやったな。それってやっぱり何かの支えだったりとか力になりましたか？それを続けたことが、やっぱ続けられたというね、うん、そういうものが良かったと思うんだよね、うん、でも監督の話を聞いててさ、うん、もうトイレ行きたくてさ監督の話が長いんだよどのくらいなんですか？いや時、まあ1時間で長い時は1時間ぐらい話す時ある。長いです
ですね。トイレ行きたくて、はい、ありがとうございました。降りた時もう震えが聞きながら大股で歩けないみたいな。もう危ないよ。危ないですよ。また高校の時なんか言えないしさ、怖くて、ね、怖くて、うん、そのぐらい我慢しろみたいな言われるかも。まあそういうことで3年間努力を積み上げられる、はい、まあ努力とは思わないけどね、やっぱ打ちたいからやってたし、うん、で畳がボロボロになったんだよ、その擦れる、うん、あれですよね。でおばあちゃんに怒られると思って、うん、絨毯を剥がしてやってたんだけど、はい、もう出ていく時に絨毯ちゃんとこうあれして、うん、分からないように、うん、そしたら電話かかってきて、うん、だから畳どうしたとか言って、うん、おばあちゃんから、いやごめんとか言って、うん、毎日そこでスイングしてたって言って、うん、バカ野郎とか言って怒られたんだ、おばあちゃん、うん、それ畳を変えたんだけどさ、はい、プロに入ったらさ、うん、その畳取っときゃよかったんだ。そうですよね、なんか証というかね、そうそう、うん、豊かがずっと降ってたというね、うん、おばちゃんにしては迷惑に迷惑だよ、バカくろよって畳みたいな、そんな感じで畳の方が大事だったの。まあそうですよね、うん、で、まあ大学中央行った時に、はい、まあ、宮井さんっていう方にね教えをいただいて、王さんを育てた人なんだよね、高校の時に、宮井克成さんって、はい、で、中央の大学の監督だったんだけど、はい、とにかくヒット打つやん、ちょっと詰まったヒットをポトンと落としました、うん、喜ぶじゃない、怒られるんだよ、やろうって、うん、何お前そんな当たりでお前喜んでんだって、パチンと打てパチンと打って、うん、パチンと打てっていうことは遠くへ飛ばせてる、はい、だから中央のレギュラーって当初本当に打球飛んでたんだよみんな、うん、飛ばないと使ってくれないの。あ、そうなんですね。でもそれはイコール、はい、ちゃんと打てばボールは飛ぶっていう理論なんだ。あ、それを伝えたかったことなんですか。 それをパチンと打て、パチンと打てって。その当時、うん、最初言われた時はそれって意図ってもう分かってます。いや、もう先輩たちが教えてくれる。あ、パチンと打てよって先輩たちが、はい、分かりましたで、だから打球も飛ぶようになったし、へ、うん、だから中央って毎年プロに入ってたんだよね。ですもんね。で、その人たちをこう見てみるとやっぱフリーバッティングとか、うん、他の大学よりはやっぱ飛んでたよね打球は。そのイズムってずっと受け継がれてた、うん、いやちょっと変わったな、やっぱ監督が変わると変わる、うん、で俺らの時っていうのはそのまあリーグ戦でさ最下位になったら入れ替え戦があるんだよ、俺らはね第一クールが終わった時に負けたんだよ。で監督が言ったね、これから4つ勝ち点取ったら今シーズン優勝できるぞって、うん、本当かなと思って、はい、でも最初に負けてさ、ね、最下位がちょっと怖くなるじゃない、ね、最初に負けちゃったら、うん、いやこっから4カード勝てば絶対優勝できる、で4カード勝ったの、わすごい、で優勝して日本一になった、でもそれその時だけだよ言ったの。だからやっぱ勝負に携わってる人ってさ、やっぱこう奮い立たせる、うん、と思ったけどそうなんだと思って、はい、負けたら最下位のことが気になってたんだけど、そっから勝ち出したという。すごいですね、うん、でパチンと打ってパチンと、パチンと、だから中央の我々の年代とか、はいはい、近しき人間にパチンと打ってって言ったら、うん、大笑いするよ。あ、中大出身だったんですね。そう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 、それは安倍二軍監督の時はもうなかったね、ギリギリないかな、まあ多分覚えてると思 う, あそう覚えてるっていうか、それは伝説となって言葉は残ってると思う。ああ、そう、パチンと打てはパチンと打てっていうかねで、まあ大学卒業して、はい、そしてプロになってからですけど、プロに入ってからはね、二人いる、土井さんっていう方と関根さんという方、はい、で、1年目の時が土井さんだったんだよね、監督がね。で、その時にオープン戦でホームにクロスプレーで俺が入ったんだよね、はい、そしたらももをさ打撲して次の日トイレにしゃがめないんだよ、はい、そう洋式でもなんかもうももが痛くて、うん、でトレーナーのとこ行ってちょっとこうちょっと無理かも分かりませんって、うん、おどうするって本当に無理かって言われるから、はい、いやだってトイレができないぐらいなんですよって言ったらね、監督が来てお前それでチャンスを逃すのかって、いやそれだったらそれでもいいよって、お前がそういう気持ちだったらねって、え俺最初意味が分からなかった、何を言ってるんだろう、うん、
お前そうやって今チャンスがあるじゃないかと、うん、それをそのぐらいの怪我でみたいな、骨折してないだろみたいな、ただそのぐらい打撲だろって、うんうん、それでチャンスを逃すのかって、だから出たよ様式も曲がらないんだよ。どうやって出たんですか。いやだからやればできるんだよ、やればできるんだなと思って、だから俺アダッキュー飛びついて、はい、アダッキューして肩が上がらないんだよ、両肩が、はい、両肩アダッキューした時ある。うわ、でもバットは下だから触れるんだよ、肩上げない、上げなくていいから、でもボールが投げられない、うん、でも出た。やっぱりキルガさんもそうだったんだけど、はい、やっぱり自分が怪我とか、うん、そういうことで休むことによって使われた選手が活躍したら監督が変えにくくなると、うん、そうやってレギュラーっていうのは交代していくんだと、うん、だからその言葉はプロ終わるまで気持ちの中にあったね。土井さんの一言ですよ、土井さんの一言で、まあそのぐらい厳しい世界だよっていうことを教えてくれた、うん、もう死に物狂いでってことですね、じゃないとって、そうそう、うん、まあ、それともう一人は関根さん、はい、オープン戦全試合出てさ、はい、まあ、これも何回か言ったことあるんだけど、うん、開幕戦使わなかったの、うん、もう激イカレでさ、はい、もうなんかもう腹の虫が収まらないというかさ、はい、で次の日行ってもうノック受けたら、うん、だからっていいか、これから129試合全てでお前を使う、うん、その代わりみんなに納得をしてもらえるような成績だけを上げろ、うん、どんなことがあっても変えないって言われたんだよ、はい、でその年3割打ったんだけどさ、やっぱその言葉はなんか今でも覚えてるな、うん、だってその言われる前まではもうムカムカ来てたわけじゃないですか。ムカムカ来てた、緊張感走ったし、うん、プロとしての成績、うん、使われるんじゃなくて使いたい選手にならなきゃいけない、そういう意識がこう働いたな、その言葉で。それとプレッシャーとかもなかったですか。いやもうよしと思ったよ。いやそりゃプレッシャーあるよ、はい、そりゃ大ベテランの元井さんっていうのがいたから、はい、そりゃプレッシャーもあったけど、うん、でもそれを納得できるだけの成績を収めよう、うん、そしたら元井さんが話してくれないんだよ、うん、それ以来俺に挨拶しても変わられたっていう、うん、そのやっぱ悔しさ、だって実績がないわけじゃない、でも関根さんを使ってくれて、うん、でもそれを納得させなきゃいけないと、うん、でもシーズン終盤に元井さんが、はい、うん、思い出すとなんかいや嬉しかったな、なんておっしゃってくださったんですか。いやよく頑張ったなって声かけてくれたんですか、やっと。だってそれまで挨拶も無視されてたわけじゃないですか。そうだな、うん、いやだから認められた瞬間っていうのがさ、うん、まあ、そこにあって、うん、ああなんか嬉しかったな、その言葉、まあ今でも忘れないけどね、まあ、悔しくてライバルで、まあ死活問題だよね、うん、だって一方で自分がもしかしたら引退になるかもしれない。いやもう引退したんだ、だからそっか、だからもう途中ぐらいで、ああもう俺は無理だなって、その豊さんが活躍してるのも見て、うん、ね、でだん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 こう思い始めて豊さんにやっと最後一言そこに、ね、よかったな、よかったな、頑張ったなって。その当時はその言葉聞いた時ってどんなあれでした。いや今と同じような心境だよね。あ、もうそれが常に頭にあったから、元井さんのこと。やっぱそうだったんですね。そりゃそうだよ、うん、だから、まあ、その言葉を覚えて、なんかその時々でのその言葉ってやっぱいいですね、覚えてるものというか、それでまた自分の人生変わってくるし、まあ、そうだね、うん、でそのさらにその監督だけじゃないその元井さんの先輩の言葉で嬉しかったのと、また頑張らなきゃっていう、そうだね、うん、まあ認めてもらったという瞬間だからね、うん、ああよかったと思ってね。そうですよね、うん、頑張ってきてよかったなっていうふうに思いますもんね。まあまだまだなんか涙もあるんだ。どうしたんですか。いや俺もそういうつもりじゃなかったんだけどさそのシーンがちょっと蘇ったんだよね。それってシーンってどこ、ベンチ裏とかだったんですか。いや一緒にノック受けてた時、練習中。いや試合
試合の前の練習ね、シートノックじゃなくて、ね、うん、一緒にノックがたまたま一緒にみたいな受けてた時に、うん、まあ、よく頑張ったなって言われた時にね、うん、あ、そのシーンが蘇ってきたんですね。うん、早く締めてくれよ。いやいやいや、ちょっとこれ涙見ろ。いやもう、まあ、でも次は今度じゃあ豊さんがこうかけた言葉とか、うん、そういうのもちょっとねまたどこかで、そうだね、うん、聞きたいなと思いました。今度は泣かないようにしよう。そうですね、はい、はい。